まずあのハルブランズでね、はい、ちょっとこれ若干ハートウォーミングなんですけど、ハルブランズはロシア敗北するんじゃねえのと思ってるんですか、はい、本番組でもおなじみのですね、サイスの、まあ、非常に意見この人いろんなところで書いてる大戦略家ですね、今注目の、はい、まだ若い83年前、これ前提がちょっといいですよね、そうですね、ハルブランズ、はい、ロシア敗北で3つのシナリオ、直下に備え、そうですね、今回も戦況としては完全にまあロシア、うん、まあなんですかね、うん、もうちょっとこう、もう進軍がほとんどできてないという状況なので、はい、まあ、負けが込んできてるっていうのはこれは間違いないと思うんですよ、はいはい、ただ、まあ、すでにこういう方々はですね、はい、これロシアが負けた後のことも考えようというシナリオをすでに出してきております。いや、僕もういかにロシアが、はい、ズタボロに負けるかってとこ見たいなって思ってるんで、我々はでもほら、はい、79年とか、はい、あ、じゃあ79年じゃないです、89年、うん、まさに前回ソ連の時に、はい、アフガニスタン撤退した時のことは、うん、まあ、若い頃、まあ、覚えてるっちゃ覚えてるんですけど、はい、目の前でここまで見るかっていうところは、うん、ちょっと画期的な部分はありますよね、はい、だからそこはちょっと、まあ、見てみたいと言ったらちょっと品がないですけど、でもこれすごい大事なことで、はい、ソ連が潰れた後に、うん、はい、ベルリンの壁が動いて、はい、でベルリンの壁が動いてソ連が潰れて、はい、でその時に、はい、日本って、はい、実はグローバル化が始まったのを、うん、全く意識しなかったんですよね。そうですね、まあ、ただ単に平和が来るっていう風な形で喜んでたっていうのはもちろんあると思います。冷戦の勝者だって思って、はい、日本はのんきな感じでいたんで、うん、そこから30年の、うん、平成30年不況やっちゃったんですよ。そうです、ね、先が読めなかったんですよ、日本人は。実際にあそこからかなりデジタル革命みたいなものも徐々に始まってましたし、はいはい、もう本当は日本もすごくそこで経済改革しなきゃいけないっていうところはあったんですけど、だから冷戦思考でいたらいけると思ってたら、うん、はい、アメリカが日本以外の国を相手にし始めて、はいはい、最後中国を相手にし始めたので、あ、そうですね、はい、日本は儲からなくなったというのがあるんで、ちゃんと本当に戦略を自分たち立てなきゃいけないんで、そうですね、ロシアが負けるとしたら、はい、うん、こうなるよっていうのを勉強していきましょうということですね、はい、でまず ロシアが負けるということをこのハルブランズさんは、うん、ブルームバーグの記事で早速、うん、まあ、非常に分かりやすいし、うん、すごくクリアな彼の思考っていうのが分かるんですね、うん、それは何かというと、うん、この3つのパターンがありますよね、うん、と言ってて、はい、1つ目が、うん、こっちも名前のちょっとセンスどうかなっていうのは思うんですけど、はいはい、モスクワの春と、これつまり何が起こるかというと、はい、アラブの春みたいなもんですか。まあまあまあそんな感じですね、はい、プーチンさんが、はい、まあ、ちょっと状況が悪くなる、うん、でそこで、彼が、まあ、政権から民意によって追い落とされる、うん、はい、で、まあ、モスクワが改革をしてですね、うん、西洋の方にこうなびくという考え方ですよ、はい、うん、政変が起こって、うん、まあ、一時的に経験した民主主義が復活するみたいな感じですね、はいはい、一時的っていうのは、はい、まあ、エリチンさんの時に、エリチンの時ですね、はい、そうですね、ほんと、ほんと数年、まあ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 、やっぱそういつの間にかまた権威主義に戻ってるからね、軽くね、そうなんですけど、はい、まあ、こういうふうに戻るんじゃないかという、うん、まあ、希望的観測1点目、ただし、はい、ハルブランさんはやっぱりちょっとイレアリストなところありますんで、うん、まあ、このシナリオが実現する可能性は低いって言ってます、うん、2つ目、これより妥当な傷を負った巨人という、はい、ことをこう言っておりますね、はい、これは権力にプーチンが一応しがみつつも、まあ、ロシア全体の影響力はすごくまあ、下がるよねという考え方ですね、うんうん、はい、ということで一応まあ弾圧はずっとし続けるだろうと、うん、ただそんなにその外に対してこう激しく出ることはないんじゃないかと、まあ、敗北した、まあ、昔力が弱いですから、ね、そう、力が弱まった、外に行くやっぱもう経済力がないですから、はい、ほとんどってことですね、まあ、制裁を受けながらずっと行くっていうことですね、はい、まあ、じゃあちょっと、まあ、北朝鮮とは言わないんですけど、うん、ちょっとだいぶ弱くなった感じになると、はい、で3番目ですね、はい、これがまあ彼も一番なるんじゃないかってことですけれど、うん、暗い、さらに それより暗いボルガ側のテヘランっていうシナリオだと、これ全然何のことか分からない、まあ、よく分からないんですけど、はい、これ孤立化と急進化が並行して進んで、うん、ものすごく、まあ、だから、まあ、単純に言えば、うん、まあ、彼はイランって言いたいんですけど、はい、北朝鮮みたいになるっていうパターンですよ、はい、めちゃめちゃ図体のでかい北朝鮮です、はい、で中から人はもう大体お金持ちみたいな人 もうオリガルヒとかも全部いなくなる、はいはい、で本当にそのプーチンとかその周りの人間だけがガッと、はい、まあ、シロビキとかそういう人たちがガッと集まって、うん、さらにもっと孤立化して、うん、これ英語で今よく言われてるんですけど、パライアステイトと、うん、
これね、すごく差別的な用語ではあるんですけど、うん、インドのカースト制度の一番下、はい、パーリアって言うんですけど、うん、それのような国になると、うん、もうみんなアンタッチャブルになってしまうような国家になると、はい、いうことですよね、うん、まあ、北朝鮮側になってしまう。なのでアメリカはこれ長期的なその、まあ、ロシアとの、まあ、付き合い方みたいな考え、うん、直さなきゃいけないよねということを彼は言ってるんですけど、うんうん、僕はやっぱりこれね、もうちょっとこれ、まあ、この議論見た時に思ったのが、いや北朝鮮でしょと、うん、で北朝鮮みたいにした方が僕はいいよなと思ったんですよ。でそのためには、はい、うん、その北朝鮮にロシアがなってもらうためには、うん、僕らはやっぱり今まあ、戦略を考える人間として、うん、この3つは僕ちょっと訴えたいなと思ってるんですよ、はいはい、長期化に備えよっていうのは僕は戦争はもう少し長引くっていう視点で物事を考える方が僕はもっと建設的なんじゃないかなっていうのをちょっとこのハルブランズの議論を見て思ったんですよね、はい、まずじゃあなぜ長期化すると思わなきゃいけないのかっていうのはこれは単純で今戦争を行ってますよね、うん、でこれどっちに行くかわからないんですけど、はい、日本側として為政者もしくは皆さんリーダーとして考えなきゃいけないのは、うん、今これ短期で終わってほしいっていう願望を入れちゃダメなんですよ、うん、はい、つまりこのぐちゃぐちゃの相場が長引けば長期化して当たり前、はい、っていうぐらいに思ってないと、そうです、短期で終わると思ってると、はい、まあ、いいことないよと足すくわれるっていうことですよね。なので、はい、戦略家としてはこれもっと最悪な方向に行くんで、うん、プーチンが今足すくわれてますからね。まあまあそういうことです、はい、じゃあどんどんすくわれてもらいましょうっていうふうに我々はちょっとそう考えなきゃいけないし、短期で終わると思ってたら3日で終わると思ってたらねプーチンがそう思ってたわけです。最低でも、はい、あれですよね、うん、パラリンピックまでには終わらせるつもりでいたわけですからね。まあそう言って言われてますよね、これは分かんないんですけど、まあ、だからそういう意味ではプーチンはそもそも、短期で終わるっていうふうに短期決戦思想、ここで一番いさめられてる、この本の中でいさめられてる、フリードマンの本でもいさめられてる短期決戦、決戦主義みたいなところ、やっぱり彼はやっぱ思っちゃったんでしょうね。3日ぐらいでもキエフ逃げる、クリミア取ったんでね、はい、クリミアたまたまうまくいったんで、そうですね、はい、あの夢がね、俺できるんだ。そうですね、8年ぐらい前に1回それで成功してるんで、うん、その成功体験も引きずってるのもありますし、はい、その、もう一つ僕言えるのは、うん、直前戦争が始まる直前に、うん、実はゼレンスキー、うん、EU とかあっちの方に出張ってるじゃないですか、うん、外交でちょっと行ってるんで、はい、まま帰ってこなくなるんじゃないかっていう議論をしてる人たちもいたんですよ。ああ、なるほど。逃げ込んだまんまヨーロッパから帰ってこないんじゃないかっていう、うん、そういうのを警戒するようなね、うん、西側の記事も僕ちょっと読んだことあるんですけど、うん、これ基本的にはこういう形でまず長期化するっていう風に考えた方がいいですよ、うん、はい、今回ほらまさにプーチンはそれできなかったんです、はい、で2つ目、うん、ロシアは、まあ、長期化するんだったら何かというと、うん、はい、まあ、ロシアの軍備は国産で回せるんじゃないかっていうところもあるっていうのは、これはね、いろんな経済的な部分を見てる人たち、はい、例えば有名なところではですね、ロバート・ファーレっていう人が、うん、まあ、こういう指摘をしてる部分があって、僕もこれなるほどなと思ったんですけど、ベアリングとかそういうところとか、うん、今ロシアほとんど作れてないらしいんですよ、はいはい、ただおそらくプーチンの、まあ、一声かけてですね、うん、まあ、軍需産業はなんとか国内で回し始めるんじゃないかとというところもあって、ベアリングは日本じゃないと作れないんじゃないですか日本なんか輸出しちゃいそうで怖いですね、だからそれがちょっと怖いんですけど、うん、ほら今贅沢品をどうだこうだって、うん、河野さんが、パソコンは贅沢品として、うん、なので、向こうには輸出出さないとか言って、うん、今日言ってましたけど、うん、まあ、そういう形で、まあ、回せる部分はあるので、うん、まあ、最低限ちょっと頑張っちゃうんじゃないかというふうに言って、うん、で3点目がですね、はい、やっぱ資源エネルギーで外貨を稼げる部分あるじゃないですか、うん、一番まあ、有望なところというのは例えばブラジルとか、うん、はい、インドとか、うん、そのやっぱりちょっと西洋側、欧州側とかに、うん、やっぱりこう恨みを持ってるんじゃないんですけど、はい、うん、やっぱりこう西洋的な価値観よりは我々独自でやりたいよねという人たち、まあ、特にインドですよね、うん、こういうところにはやっぱ売れるという話は出てます、うん、で実際にインドは市場価格よりも 20% 低い価格で、うん、まあ、たった3万バレルかな、うん、はい、一応そのロシアの1日分にも満たない、うん、インドの消費の1日分にも満たない部分はこれから買うって、まあ、言って今ちょっと叩かれてるんですけど、うん、なるほど、はい、なんですけど飯馬状態になって飯馬状態にはとりあえずなる、はい、やっぱり安く今買えますからね、うん、まあ、こういう形で、うん、経済的にはもう今すでにボロボロなんですけど、はい、それ以上に、まあ、ロシアはもうプーチンもう引けないんで、先週言ったように、うん、はい、おそらくこれ無理やり回して長期化させる方向に行くんじゃないかっていう、はい、
はい、あ、もち僕ももちろんあの短く終わって早く終わってほしいんですけど、はい、意外と長期化するっていう方向で考えた方が我々もあの対処しやすいんじゃないかなということなんですよ、はい、だからとにかく今負けるという方向であることはこれ間違いなくてですね、うん、アメリカも、つい先日発表したと、まあ、まだ非公開なんですけど、うん、おそらくアメリカの出してくる長期戦略の、はい、今回あのバイデン政権でまた戦略論あの戦略文書出してくるんですけど、うん、そこでもロシアは、まあ、長期的にはあんまりあの脅威じゃないよねと、うん、位置づけになってる、はい、待つから、まあ、そういうところは、うん、あの世界の戦略が共通する部分あるのかなというふうに思っております。なるほど、わかりました。ということですね、はい、戦略がわかると、うん、あの早く理解したいというためにですね、はい、戦略の改装という音声講座あるんですけど、これがなんと新しくなりました。新しい知見もね、入れてですね、新しいあの事例も入れて、ベーシックが、はい、もう入れてきました。変わったということ で、はい、であのこれがわからないと、はい、戦略がわからないよというぐらいのもので、いや、まあ一番早く戦略を分かることができますというものですね。今回、はい、映画を紹介してその映画をもとに、戦略の階層が分かるっていう、はいはい、さらに 2.0 からもっと分かりやすくしてますね、はいはい、あとまあこれ個人的に使えるのでね、個人の、はい、自分の戦略を人生でどういうふうに見るかっていうこともできますんでね。あ、そうですね、学問の話を外入れてます、はいはいはい、そうですね、はい、でまあ、戦争学というか戦略学、はい、そうですね、で後半に、うん、あのそういうちょっと映画の話とかっていうところを入れて、ね、はい、分けてますか、ね、そうですね、あの 2.0 の時はとにかく、戦略的な難しい話を抜いてやってたの で、はい、で今回はちょっと難しい話も入れてるし、ね、はい、さらに分かりやすくするための映画から取ってきたね、そうですね、はいはい、対比ライバル同士の、ね、戦略の階層を出して、はい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 、こんな形で差がついたよと。映画の方は今、はい、あのAmazonとかでね、はい、あのプライム入ってる人は無料で見れると思いますので、うん、今ならすごくいい作品になると。あの映画の方ですね、あの、はい、マクドナルドの創業者のファウンダーっていう映画を元に、はい、あの戦略の階層を解説する部分も作ってますので、いや、はい、いや僕もでも実際見てやっぱ勉強になりましたよね、はい、はい、あのぜひあのご覧にいただく、はい、まあ、この本あの音声聞いた後に見ていただくと、はい、うん、ものすごい理解が、まあ、マクドナルドを作ったファウンダーっていう映画ですね、はい、創業者は実はマクドナルド兄弟っていう兄弟なんですけど、あ、そうですね、はいはい、そいつからユダヤ人の、レイクロックが奪い取ったんですよね、でどうやって奪い取ったかっていうところにマクドナルド兄弟と、そのレイクロックの戦いが出てくるんですけど、2人が全く違う戦略 で、 そうです、このハンバーガーやビジネスを考えてたというところで、見ていただけたら、はい、あの一気にね、そうですね、いろんなことが分かると、あの、はい、本当ポイントが分かると思いますので、うん、ぜひぜひ、はいはいはい、ね、こちらの戦略の改造 3.0 の特に後半をね、そうですね、あの、はいはい、映画の話をしてますね、いや本当にあの戦略っていうのはえぐい話だなというのが分かりますね、はい、そうですね、そうですね、確かに